隠れたスターリーナイト涙目に薄紅色幸せを愛さない。札幌クラシック、夏の爽快2021アイルネアツ美味しい、いいっすね、こういうビール、うん、誰がハイジーや、おそこざんごっきゅん11夜先、山陰のお酒ですね。山陰って聞いて多分ピンとくる人が世の中にどんだけいるのかっていう話なんですけど、山陰と山陽って言って、中国地方の日本海側と瀬戸内海側で呼び方が異なります。まあこれはまあ書いてあるんですけど、出雲の酒って書いてあるように、まあ島根県出雲市山陰地方ですね。で逆に山陽地方っていうのは日本海側ではなく、瀬戸内側のお酒を山陽地方で言います。でこれは、特別純米、おーいでくー、うん、うまい、大量お待ち、使っているお米のことですね。 100% お待ちですね。で酵母は島根 K1 ってやつを使ってますね。 K1 かな、ちょっとわかんないですけど、ちょっとね黄色がかかってるんで結構熟成がかかってると思うんですよね。だからこれは令和じゃなくて R じゃなくて多分平成ですね。 BY 的には H ですね。めちゃめちゃ難しいことをずっと、日本酒のことだけはめちゃめちゃ難しいことを言いたがる。日本酒に関しては BY っていうのがあって、今だと令和なので R の3ですかね、今年から出てくるお酒に関しては。何月 ?6 月 ?4 月からそのブルワーイヤーズが変わるんですけど、それで区別をしています。基本的には日本酒は冬場しか作れないお酒、作らないお酒なので、そういった概念が存在します。ただ、まあビールとかでもそうですけど、混ぜたりとかいろんなものを置いておいたりしておくことによって美味しくなるっていう発想のお酒もあるので、それも含めて出された年がブルワーズイヤー BY になってしまうので、一概にその年のものがどうかっていうのはお米の出来足だけではなくて様々な要因に左右されますけど、まあ、基本的にはその時に作られたお米とかその味わいがそこで分かるというのが BY になります。山陰のお酒は、酸味がある程度ちょっとしっかりとしていて、燗酒、火を入れて、飲むと味わいが変わるような感じが多いです。でそもそも酸味が強いお酒を、火を入れるっていうのはどういうことかっていうと、個人的に思ってることですけど、酸味があるものを、火を入れると旨味になると思っていて、酸っていうのは基本的にはそのちょっと酸っぱいものなんですけど、酸味のあるものに対して、例えば60度くらいですね、ちょっと厚めで60度ちょっとくらいで、温度をかけてあげるとめちゃめちゃ旨味が増えると思っていて、そこからの、まあ、燗冷ましといって高い状態からどんどん温度が下がっていく、その過程を楽しむっていうのが山陰地方の、お酒の楽しみ方だと個人的には思っていて、そういった、お酒と、お料理の合わせっていうのが一番こう日本酒で楽しいところだと個人的には思います。あとは僕が好きなのは、難しい話ですけど、早組って言ってちょっとまだ微発泡している炭酸がまだ残ってる状態の、お酒をこう樽に瓶に詰めて、汲んでる、奈良の風の森さんだったりとか、岩手の与右衛門さんとかすごい好きです。まあでもそういうのが僕が好きってことは、クラフトビールが好きな人たちも
同じように多分好きなんじゃないのかなっていうふうに思うので、ぜひ試してみてください。やめやめ、クラフトビールの説明より日本酒の方が長いのやめ、こっちの方が楽しいんじゃないか。やめ、ごっきゅん、ギリやうまっ、あ、うまっ、めちゃめちゃうまくないこれ、これこれ十字半ですか、めちゃめちゃ美味しくない、これ合うでしょ、これと昆布とめちゃめちゃ合うでしょ、だってこれ飲んでみ、めちゃめちゃうまいよこれ、やばいよほらだからオラビールのチャンネルやっていいんか、あのそもそも論だけど、これめちゃめちゃうめえぞあのうまいな、めちゃめちゃうまいよ、うまみと日本酒が合うって言ったけど、めちゃめちゃうまいもん、うまみと日本酒めちゃめちゃ合うもんね、ちょっとこれめちゃめちゃうまいよ、お出汁の効いてるものと、缶のつけたお酒相性がすごく良くて、うまみとうまみだけじゃなくて、うまみと酸味であったりとか、まあ、熟成感と塩味だったりとか、いろんな、こう掛け算というかクロスが生まれていて、味の中、味というか口の中で広がり方であったりとか、飲んでいての楽しみっていうのがすごくあると思います。ただこれやっちゃうとクラフトビールチャンネルじゃなくなっちゃうのよ。ちびきゅーん、ちびちび飲んでぴょんとうまい、ちびきゅーん、やっぱりこのお酒とお料理の相性最高ですね。ありがとうございます。桁違いだわこれ、ビール勝てないわごっきゅん、ビール界きっての超美人何ですか、もうスーパーヒロインですよ、業界のアイドルです。そんなことありません、あーちゃんです、よろしくお願いします、あーちゃんです。あーちゃん来ちゃいましたよ、来ちゃったね。いやもう俺もう徹底でもう何喋んないし、もうなんでよ、こっちもビルですもん、もう長い中じゃん、もうオタリコホールのね、初めからね、もう照れて見れないし、もう横がもう本当にもう本当にもうこれ以上見えないです、全然そんなこと思ってないからね。どうすか、あの今日ね、あのからくりさん、僕も何回かあのお邪魔させていただいてるんですけど、はい、あのまあ、発酵のお酒を結構扱っているところで、ビール、ワイン、日本酒という形で扱っていて、うん、まあ、全部好きだよねっていうか、そもそもお酒が好きですよね、もともとそうだね、でもやっぱお酒が好きで、そういうのをやっぱ伝えていきたいっていうのもあったから、うん、私は最初クラフトビールから入ったんですけど、なんかそこから広がっていった感じ、ナチュラルワイン好きなんですけど、それもやっぱクラフトビールからつながってって、で日本酒とかもそうやってつながってって好きになってった感じです。そうですね、僕らももうワインも日本酒もビールも大好き、でその中でやっぱりその出すお料理だったり合わせるものっていうのは結構難しいとは、まあ、おでんとかそういったものを基本的に出していて、お出汁の旨味とかはクラフトビールよりはどっちかっていうとお酒とかワインの方に合うんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そこら辺も含めてその出す料理に関してどう思ってますか。あ、でもそれはやっぱりなんだろう、こうお出汁とかってすごい繊細な味わいなんで、そこにお酒合わせていくって結構難しいんですよ。めちゃめちゃ難しいですね。なんか、まあ、お酒ももちろんだし、ワインももちろんだし、結構繊細なものに合わせるのすごい難しくって、それでもまあやっぱね、あのお出汁とかって日本人のこう馴染んでるものだし、そういうのを気軽につまみながら、私も結構ペアリングとかも勉強してたんですけど、まあ、好きなのね、美味しいものを飲めればいいのかなって、もこれ言っていいのか分かんないんだけど、出た、 俺らも最初に言ったんですよそうそうそう、あのペアリングはもう、うん、もう好き
なもんと好きなもん飲んでください、食べてください。そう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 。だでも、うん、でもプロはそれじゃダメだよねっていう形で、まあでもそこが基本な、まあでももちろんそうなんですけど、うん、まあそうそうですね。なんか味わいに乗せてく、寄り添わせるとか、逆に相乗効果狙っていくとか、いろいろやり方はあるんですけど、ちょっとねビールはでもやっぱ難しいかなって。ビールってすごい要素が多いんで、単体でもやっぱ楽しめるし、でもやっぱね、そこも面白いところだから、もうやりながら発見もあるし、でも面白いです。だし、うまみっていうのと、そうお酒合わせるっていうのはめちゃめちゃ楽しい。逆に言ったら、このお店だったら、札幌クラシックとかとおでんだったら、もう何も考えずに、もう脳みそを空っぽにして、まあ、うまいっていうふうに多分なると思うんですけど、まあ、他のお酒になってくると、ちょっとね、まあ、日本酒とかワインとかじゃなくて、まあ、クラフトビールの番組なんで、クラフトビールに関しては、やっぱりね、まあ、食材に対してちゃんと合わせていかないと難しいって感じ。あと、うちのお店って、いわゆるこう IPA とかヘイジとかっていうよりも、なんか好みでセゾンとかサワーとかそういうのも多いんで、そういうのと合わせてみると新しい発見とかもあって、それは面白いかなと思います。いいですね。で、多分基本的に多分ね、梅水晶がずっとひたすらあると思うんですけど、最高ね。そこね。で、だから梅水晶とうちのそのサワーとかの相性、合うと思うんですよ。合う、めっちゃ合う。逆に言うとワインとかでも合うと思うし、日本酒でも合うと思うし、ちゃんといろんなところを抑えてるなっていうふうに思うし、まあ、自分その僕が逆に言うと働いてる立場としていろいろと提案しやすいし、逆にこの難しいところでもいろいろとチューニングできるようになってるなっていうふうに思います。すみません。梅水晶っていいよね。あ、そこ。そうね、梅水晶いいっすね。梅ってほらさ、プラムみたいなもんじゃん。そういう風に考えると、あ、こういうサワー合わせようとか、セゾン合わせようとか、すごい生まれてくるし、塩味があって、ミネラルの感じと、じゃあこういう瓶合わせようとか、広がってくるから、全然あのお客さんとかにこれ合うビールなんですかって言われたら、全然提案とかするんで、ここら辺はね。ぜひ。めちゃめちゃ、ワイブ詳しいので。お酒が好きです。あのビール業界のアーチャーにぜひ聞いてください。よろしくお願いします。ごっきゅん。はい、ということわけで本日は神田からくりさん、麦米ぶどう全部醸造酒、おでん酒屋結構ですね。もう基本的にはこの麦より米とぶどうの方が良かったですね。すいません、個人的な意見でぜひ来てください。あとあのこの近くに、あと徒歩あの 20m ぐらいのとこにあのお好み焼きあるんで、広島風めちゃめちゃ美味しいっす。余談ですけど、よろしくお願いします。はい、じゃあね。じゃあなんで俺らはこのクラフトビールでチャンネルやってるのって言ったら、クラフトビールに対して詳しいからそれを紹介したい。じゃあなんで紹介するのって、みんなに教える必要ないじゃんってなった時に、少しでも美味しいもの、いいお店を知ってもらうことによって、その人の人生がちょっとでも本当に1ミリでもほんのちょっとでも良くなってもらったらいいから、そのためにまあ俺らの力があるなと思って、で俺らがワインも好き、日本酒も好きですっていう話はまた別の話で、もちろんクラフトビールも好きなんだけど、まあ、いろんなお酒好きですって、そういう中でいろんなお酒飲みますでいいんじゃないか。俺らがよりも日本酒、ワインを詳しい人はたくさんいるけど、でもクラフトビールに関しては俺らより詳しい人はほとんどいないから、そう言ったら殺されるかもしれないけどやらせてくださいっていう、そういうスタンスかなっていうふうに俺は思ってね。まあ全カット、全カットじゃない。流してくださいよ。